三山荘さんのミニロビーコンサートお集まりいただきましてありがとうございます。本日は先ほどご紹介いただきましたクルールデュオという名前で活動しております、サックスとピアノの演奏でお楽しみいただければと思います。簡単に私たちの自己紹介ですけれども、クルールデュオなかなか読みづらい単語かなと思いますが、フランス語で彩りという意味がありまして、私たちですね、松本市出身、今在住で、やっておりますが、まあ、地元のためになんかこう生活の中に音楽で彩りを添えられたらななんて思いながら活動したくて、こんな名前をつけて2人で演奏活動しております。主には松本市と安曇野市、この長野県でいうと中心地区っていうんですけれども、そこで、演奏活動しております。メンバーがですね、ピアノ橋本千尋さんです。サックスが私、山崎ひろかと言います。よろしくお願いします。ちょっと名前がふと読みにくい2人で、やっておりますので、もしご旅行などで来られている方いらっしゃいましたら、名前読みにくい2人組が演奏してたななんて覚えていただくだけでも嬉しく思いますので、限られた時間ではありますがお楽しみいただければと思います。1曲目はですね、坂本九さんの上を向いて歩こうを、お聴きいただきました。次にですね、ジブリのメドレーを、演奏したいと思います。4曲ありますが、魔女の宅急便より海の見える街、ハウルの動く城より人生のメリーゴーランド、隣のトトロより猫バス、
千と千尋の神隠しよりいつも何度でも、あの割と有名どころの曲をちょっとつなぎ合わせてメドレーにしてみましたので、お聴きいただければと思います。Thank you.
とうございました。私たちこんな風にやりたい曲をこう意外こうメドレーにして作ったりしながら、よく演奏しております、はい、そのうちの1曲本日お聴きいただきました。それでは次ですね、ちょっと本日ちょっとこうなんていうんですか、暑苦しいプログラムになってしまっているんですけれども、単語をちょっとお聞きいただきたいと思います。アルゼンチンの単語なんですけれども、割と、映画でいくつかの映画で使われている曲だと思うんですけれども、ポルウナカベーサという、首一つの差でという日本語のタイトルがついている曲なんですけれども、曲の背景といたしますと、作曲者のアルゼンチンのガルデルという作曲家がですね、なぜかこう映画の主演とかもこうやっているような作曲家で、その方が主演した映画の、主題歌で使われていた曲で、首一つ分の差で恋のライバルに負けてしまったという内容から、こんな、ポルナカベーサ、首一つ分の差でというタイトルが付けられているとも言われている曲です。他にもいろんな映画で使われている曲なので割と有名だそうです。はい、ということでまず1曲目単語ですね、ポルーナカベーサを聴きください。ありがとうございました。こんな、単語の曲あります。
もう一曲単語を聴きいただきたいと思います。リベルタンゴという曲でですね、ピアソラという作曲家の作品なんですけど、日本だと多分一番知られてるのかな、どうなんでしょうか。割と知られている単語とも言えるかなと思うんですけれども、激しい曲になっておりますので、ちょっと単語の熱い感じをお楽しみいただければと思います。リベルタンゴを聴きください。今日のプログラム2人でこう考えてて、選んだ曲が、あ、やばい、すごい熱くなりすぎてしまったかなとか、ちょっと心配ではないんですけれども、ちょっとこの時間にこの暑さの曲大丈夫かななんて思いながら曲選びましたが、大丈夫でしょうか。はい、ですね、少しじゃあお時間いただいて、ご存知の方もいるかもしれませんが、サクソフォンの、説明というか、ちょっと楽器紹介をさせていただきたいと思います。ですね、サクソフォン、こう息を使って吹く楽器、管楽器ですね。管楽器の中で、金管楽器、木管楽器という分類があるんですけれども、キンキラキンなんですが、木管楽器、木の管の楽器に分類されます。はい、そうなんです。はい、なぜかと言いますと、そうです、この今私が吹いているところに葦の木をですね、薄く削ったリードというのがついていまして、これを息を入れて振動させて、ですね、ここがこう振動して、ここ息が通って指でこう音程を作っているような仕組みになっております。はい、なのでここの仕組みが木管楽器なんですね。はい、なんですけれども、この本体、キンキラキン、トランペットと同じ素材です。真鍮に塗装をしてありますので、ある意味本体の方は金管楽器とも言える楽器
かなと思いまして、宮間荘さんでいつもこちらサックスはハイブリッド楽器ですよなんて説明しております。まあ、木管のいいところですね。ちょっとお聞きいただいてて分かった方もいらっしゃるかもしれませんが、ジャズじゃないなこの人っていうのは分かったかと思います。はい、なので、クラシックのサックスっていうジャンルもありまして、クラシックのこう柔らかい、こうなんていうんですか、クリアな音と言います、透明感のある音をこう出せる木管の要素みたいなところと、こう力強いパワフルな音が出るような、ロックとかなんですか、なんか パンクと か, なんかメタルとかそういうのでも使う楽器ですので、本当に幅広い用途で使える楽器になっていますので、まさにハイブリッドと言えるのではないかと思ってこんな説明をしております。この機会にテレビなんか見た時に、あ、これはハイブリッド楽器だなんて思っていただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは、いいかな、後半は、マイクを橋本さんにバトンタッチしたいと思います。はい、ピアノの橋本です。後半は私が進めさせていただきます。後半は割と気楽に聴いていただける曲が多いかなと言いつつ、後半の最初の曲もちょっと一曲熱いです。情熱大陸を演奏したいなと思います。博士太郎さんが演奏しているんですけれども、もともとはバイオリンの曲ですよね。なんですけれども、サックスで演奏するとまた違ったかっこよさがありますので、ぜひお楽しみいただけたらなと思います。Thank you.
いプログラムを続けて3曲続けてお送りいたしました。続いてはちょっと皆さんゆったりと今度こそ聴いていただけたらなと思いますが、カーペンターズ皆さんご存知ですかね。アメリカのカーペンター兄弟、お兄さんと妹のグループなんですけれども、カーペンターズの今日は青春の輝きを演奏したいなと思います。私たち何曲かカーペンターズの曲レパートリーがあるんですけれども、今日はもうこれだけ熱い曲が続きましたので、ゆったりとお楽しみいただけたらなと思います。それでは青春の輝きです。Thank you.
この曲を何度演奏しても名曲だなと思いながら、いろんなところで演奏させていただいております、はい、続いてはまた雰囲気がガラッと変わりまして、このフランスの曲になりますが、オーシャンゼリゼを演奏したいなと思います。この曲、日本語にするとシャンゼリゼ通りにてというらしいんですけれども、またおしゃれなアレンジになっておりますので、シャンゼリゼ通りの街並みをイメージしながら楽しく聴いていただけたらなと思います。それではお聴きください。近づいてまいりました。次の曲が最後の曲となります。今までずっと外国の曲を演奏してきましたので、最後は日本の歌謡曲で終わりにしたいと思います。最後は中島みゆきさんの時代を演奏してお別れしたいなと思います。この曲、中島みゆきさんの曲は歌詞がとても素敵だとは思うんですけれども、皆さん生活していると、辛いこととか悲しいこととか、嬉しいこと楽しいこといろいろあると思うんですけれども、時間が経った時にそんな時代もあったねとこの歌詞にあるようなそんなことを思い出していただけるような最後演奏できたらなと思っております。最後に、一つだけすいません、そちらに QR コードが看板の下に QR コードがあると思うんですけれども、私たちインスタグラムをやっておりますので、ぜひお時間ある方カシャッと撮っていただいて見ていただけるととっても
嬉しいです。演奏動画とか演奏会のお知らせとか載っておりますので、お時間ある方ぜひ後ほどご覧ください。それでは最後に時代を演奏して終わりにしたいと思います。今日は短い時間でしたが本当にありがとうございました。